久留米市出身のお笑い芸人こがけんさんが現役高校生の悩みを解決。今週は福岡女子商業高校からお届けしています。3年生の滝沢睦美さん、大好きなお母さんに日頃の感謝を伝えたいようです。お母さんにいつも送迎とかお世話になってるから、お母さんに日頃の感謝を伝えたいなと思ってるんですけど、どういう風に伝えたらいいかなと思ってて。あら、普段はありがとうとか言うのは伝えてるわけでしょ。伝えてはいるけど、ありがとうございますみたいな感じで、結構軽く言っちゃってるから。 ありがとうございますのございますのニュアンスにはちょっと照れくささも入ってるってこと。はい。あ、そうなんだ。僕が今思ってるのは、その親子関係的に普通に喋ると、あ、はい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 って終わる可能性あると思うよ、俺ね。特別な気持ちなんだよっていうのが伝わるというね。なるべくありがとうございますじゃなくて、ありがとうって言える。はい、頑張ります。今、ちなみに電話を持ってる？あ、持ってます。じゃあそれで、じゃあ電話してみる？はい。もしもし。はい。いつも送迎とか、朝起きてお弁当作ってもらったりとか、いつもありがとうっていうのを伝えたくて。はい。お母さん、すみません、こがけんと申します。むつみちゃんがその改めてお礼を伝えたいということで、本人の口からね、最後にちょっと感謝を、はい、いつもありがとうってね、言いますので、ちょっといいですか？はい、すみません。いつもありがとう。お母さんね、いつもありがとうございますって言うと思うんですよ。そうです、はい。で、今ありがとうって伝えたいけど、なんか照れくさくてありがとうございますになっちゃうらしいんですよ。あ、なんかそれは聞いててわかります。あ、本当ですか。で、今ありがとうっていう、もうございますがない、ありがとうの状態だったんですけど、お母さん改めてどうでしたか？なんか、はい、しっかり受け止めたいと思います。あー、そうですか。これからもよろしく。こちらこそ。はい、ありがとうございました。はい。やっぱお母さんもやっぱちょっと感じてたんだよ。ありがとうございますって言ってるなって、なんか照れくさいのかなって感じてたんだよ。やってみてどうでしたか？いや、なんか改めて言葉にするっていうのは難しいなと思ったけど、お母さんのその嬉しそうな顔を見て、ちょっと自分も嬉しくなりました。